RCC カープナイター、ベリーカープ。RCC カープナイター、ベリーカープ。RCC カープナイターは、中国放送、RCC ラジオが放送している、広島東洋カープのプロ野球ナイトゲーム、中継番組である。JRN と NRN のクロスネットの特性を、活かし、地元カープ戦を原則として全試合試合終了まで、完全中継する。 カープ戦のデイゲームも、ベディーカープ、RCC カープデイゲーム中継、ベディーカープ、RCC カープデイゲーム中継のタイトルで放送している。オープニングエンディングのテーマ曲は、ヨハン・シュトラウス一世のラデツキー更新曲。2008年度より、RCC テレビ・ラジオの共通キャッチフレーズを使用するようになる。2008年度からの8年間は、 赤ヘル大好き。RCC カープナイター。赤ヘル大好き。RCC カープナイターを番組名としていた。また、2015年度から、ホームページやコマーシャルではの同年の、球団公式キャッチフレーズ、常超魂、常長魂も併用されいた。2016年度から、RCC テレビラジオの新たな、共通キャッチフレーズとして、ベリーカープ。 を設定。番組のタイトルコールと CM 明けのジングルは広島県出身で大のカープファンでもある小林克也担当しており2017年度には7月7日からアニメ獣フレンズのアライグマ役声優小野崎によるジングルも流れた。火曜日金曜17時57分21時40分 RCC ではホーム戦に限り 公式サイトでラジオ中継と同一音声をインターネット配信していた2009年までは無料。2010年から2015年は有料が2015年シーズン限りで配信終了した。しかし2016年5月27日の DNA 大広島横浜スタジアム解説、田尾康氏実況、荒井川裕二は RCC のホームページにて インターネット配信を行った。当日は、バラク・オバマ・アメリカ合衆国大統領が平和記念公園を訪れスピーチを行い、RCC ラジオでは、オバマ大統領と安倍晋三内閣総理大臣のスピーチを生、中継するため試合開始から放送することができなかった。さらに、前年9月でネットを打ち切っていた TBS ラジオの、荻上チキセッション -22 が、 オバマ大統領広島訪問関連の内容で RCC のスタジオからの放送となったことから同番を臨時ネットした関係で最大延長も22時までとされていたキャンバスキャンバスを休止。なお、RCC では RCC テレビの中継がある日を中心に一部のホーム戦は有料ライブ中継を行っている。ビジターの試合では原則として実況は開催地。 ホームチーム側の放送局のアナウンサーが担当し、RCC 側は、レポーターの配置のみ、セパ交流戦や消化試合など、試合によりない場合ありであるが、例外として2011年5月31日6月1日の、セパ交流戦、楽天戦、ケースタ宮城では、頑張ろう。日本と題した、応援企画中継を東北放送と共同実施し、 RCC の一柳が一回を除く広島側、票の攻撃の実況を担当した。詳細は後日。また、太陽横浜の NRN 独占、巨人の RF、JRN 伏線時代は、1980年代を中心に、地方開催時や消化試合などで、RCC が、やると、太陽横浜主催試合を相当数乗り込み、自社制作した年度もあった。 原則は月、火曜は JRN、水金曜は NRN ラインを取る。ただし月曜は全国放送体制ではないため、JRN 系列局への個別ネット扱い。土日曜は従来は JRN ラインを取っていたが、2010年以降、土日曜の JRN ライター全国中継が中止されたため、当初はデーゲームと同様ローカル番組扱いの単独放送。 速報チャイムは、JRN の物の使用が多かったと、JRN 系列局、HBCCBCRKB への個別ネット、場合によっては、LF、MBS ライン予備兼用と、NRN ラインの本番、予備カード扱い、主に対巨人、ヤクルト DNA、サカセン。特例で、TBS が放送する場合は乗り込み自社制作等、適宜に使い分けていた。2015年からは、 機材運用の勘弁化のため、デイゲームは原則として、JRN 系列局への個別ネット、巨人対中日戦の裏サイカードや、ビジター側、JRN 系列局の乗り込み時は、例外あり、ナイターは、NRN ラインの本番、予備カード扱い、JRN 系列局向けは、裏送り。場合によっては、LF、MBS ライン裏送りとの三重制作も実施で、固定しており、 オールスターゲームにおいて JRN が臨時で全国放送を行った場合もそれに従って運用されていたが広島出場時のクライマックスシリーズや日本シリーズについてはナイターオフ扱いのため JRNNRN 両系列各局の制作編成状況に合わせて柔軟に対応していた。なお、RCC 制作時の土日用は NRN ナイター本番カード時。 レギュラー放送を廃止した日曜や QR の調子率調査期間の土曜日に結果的に単独放送となった場合も含む、雨天予備カード時、タイヤクルト DNA、阪神線を中心とした自社単独放送時を含む、デーゲームにおける NRN 系列局への個別ネット時には、NRN の速報ジャイムを使用したが、NRN 系列局向けを、 裏送りとして JRN 系列局個別ネット分を自社本番とした際、2015年以降はデーゲームのみや JRNNRN クロスネットの TBC への対楽転線のネット時は JRN の速報チャイム使用していた。ナイターオフ編成時の自社制作かつ単独放送時、ホームゲームは JRN のチャイムを使うことが多かったが、 ビジターゲームの乗り込みではその時々により異なった。月曜の RC 新制作単独放送時は JRN の速報チャイムを使用することが多かったが、稀に NRN のチャイムを使用することがあった。広島主催試合の自社制作デーゲームについては、2010年以前はナイター中継に合わせて曜日ごとに使い分けていたが、一時期 NRN が チャイム仕様を自粛した2011年以降は、NRN 系列のビジター地元局、主に対中日線の SF へのネットがない場合の、水金曜でも JRN の速報チャイムを使用していた。ナイターオフ編成で放送される開幕カードとシーズン終盤については、曜日ごとのネットワークの縛りが緩いため、火曜の NRN 扱いや、水金曜や、 在京局制作土日曜ナイターの JRN 扱いが発生する場合があった。JRNNRN どもに広島が関与するビジターゲーム、デーゲーム、移動日、雨天中指示に日本シリーズと広島が関与しない試合の全国ネット中継や試合開催がない時の JRNNRN 番組を受ける際に JRNNRN 両ネットワーク回線で 配信される中継は、モノラル放送となるため、通常の裏送り中継と同様に別の素材回線を使用して、ステレオ放送による中継をネット受けし、AM ステレオ放送、過去やラジコでのステレオ音声での聴取を可能としている。2017年を最後に、TBS ラジオが、プロ野球中継からの撤退を決めた一方、RCC では、2017年の聴取率が、 資料の残る2005年以降では最高の4.6%で、ラジコでの県内外での聴取実績も過去最高となり、平日ナイターの CM 枠が24年ぶりに完売するなど、営業成績も良かったため、2018年以降も日本放送、NRN からのネットを増やすことで全試合中継体制を継続する方向としている。最初から、 中継カードがない場合は原則レインコートプロを放送するが自社制作番組 RCC カープナイタースペシャルに切り替えることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。